それでは改めまして皆様こんばんは。こんばんは、冬吹き小僧の林です。今日はですね、ちょっとした、やり取りがあって、こういう前座の場を設けていただくことになりました。というのもですね、このいつもこの企画を、このブッキングしてくださっている中島さんと話をしてた時に、実はこの能で使う笛、能管、これを一人でトラディショナルで聞く機会ってあんまないんじゃねえの、珍しいんじゃねえのっていう話になって、じゃあちょっとやってみようかっていうのがきっかけですね。で、僕も人前でトラディショナルなものを演奏するのって初めてなんで、いつもとは違うすごく変な緊張をしております。で、どういうものをやるかというと、今日は2曲やりたいと思います。ちょっとだけ、解説を入れてから、演奏したいと思います。最初はですね、お調べという曲をやります。お調べ、簡単に言うとチューニングですね。このチューニング、お調べというのには、割と深いいろいろな意味が込められていて、楽器の調子、それから演者の調子、それからその日、その日の披露する演目全体のその調子を整えるといった割と深い意味が込められています。NHK とかで能の放送があるときに、本日のしては関西流誰々、脇は宝生流誰々とかいうときに、後ろの方で流れているなんかひょろポンポンとかいう割とのんびりした曲なんですけども、あれですって言っても、あれって何のことかきっと分かんないと思うんですけども、まあ、そういうマニアックな曲ですね。皆さんが能舞台に出てくる前に、演奏する曲です。裏で。で、もう一曲がですね、舞の囃子という、お能は盛り上がってきて後半の方でこうお面をつけた人が舞台をあっち行ったりこっち行ったりして舞う場面があるんですけども、その時に演奏される歌でもない、言葉でもないお囃子ですね。それを舞の囃子と言います。それの中でも割と有名な、中の舞という曲ですね。これをやりたいと思います。流派は一層流でちょっと短めにした、コンパル流の寸法でやりたいと思います。で、この曲は、どんな曲かというと、能管でよくイメージするようなヒーヒャーヒーヒャーヒャーみたいな激しい曲ではなくて、女性の方が舞う、悲しかったり、のどかだったり、華やかだったり、きらびやかだったりっていう、そういった割と落ち着いた系の曲です。で、これを今日まずは、フロンタクトとしてやってみたいと思います。演奏自体はおよそ10分ぐらいになると思います。では、よろしくお願いいたします。Yeah.
は大丈夫だけどね。